続きまして第6回キャリア教育アワード経済産業大臣賞受賞団体による取り組み事例の発表です。キャリア教育アワードの審査の視点、受賞団体への審査委員会からの評価コメントはお手元のエントリー事例集に掲載されていますので後ほどご覧ください。それでは発表一組目は積水化学工業株式会社です。発表者は積水化学工業株式会社高機能プラスチックカンパニー人材開発部科学教室プロジェクト末松幹俊様です。それではお願いいたします。ただいま紹介に預かりました積水化学工業株式会社の末松と申します。どうぞよろしくお願いします。またこの度はこのような大きな賞をいただきまして本当に私たちびっくりしております。この受賞をですね、今までコツコツと活動してきた仲間、それとそれを支えてくれた組織の仲間たちにと共に喜び、そしてこれからの糧にしたいと思います。ありがとうございました。それでは積水化学の次世代育成支援活動について説明させていただきます。まず当社の状況なんですけれども、ここに示しましたように従業員数は約連結で2万4000人弱、グループの連結の会社数ですね、これが166社、うちの82社ですかね、半分ぐらいが海外に展開しているという会社でございます。売上につきましては2014年度1兆1000億円ぐらいということですが、事業の体制としましては3カンパニー制を引いています。住宅カンパニー、環境ライフラインカンパニー、高機能プラスチックスカンパニーという3つのカンパニーです。住宅カンパニーにつきましては積水ハイムという商品名で住宅の製造販売やそれからリフォーム事業などに手掛けております。次の環境ライフラインカンパニーというのは水インフラを提供する事業でして、その他のパイプとかですね、それから建材分野でも事業を展開しております。3つ目、一番下にあります高機能プラスチックスカンパニー、これは情報通信分野とか自動車分野ですね、そういったところにプラスチック材料を提供している事業展開でございます。それぞれ異なった事業展開をしているんですけれども、それぞれがですね、自分たちの技術製品を際立たせるということで、そういう磨きをかける活動を一生懸命やって事業展開をしております。それではですね、次世代育成支援活動のプログラム開発の経緯と目的について説明をさせていただきます。我々の会社の社会貢献活動方針としましては、ここにありますように環境、次世代、地域、コミュニティを視点に置いた貢献活動ということを掲げております。特にこの次世代への貢献ということで、私たちはどのような活動をすればいいのかというのをここで真剣にみんなで大きな議論をしながら考えていきました。その結論としてですね、ここに3つの柱を掲げました。1つは事業特性を生かすということです。先ほど申しましたように3つのカンパニーそれぞれ際立ちの技術製品を展開しております。それを利用したプログラムを開発して、本当に本物のプログラム、我々でしかできない本物のプログラムを子どもたちに提供したいと考えました。次に継続的に実施するということです。これはですね、請求に拡大するとか拡張するということの成果を求めるのではなくて、100年でも続けたいという気持ちでこの活動を始めようとしました。途中でやめてしまうとかですね、そんなことのないように100年間続けるつもりでの活動ということを肝に銘じてスタートしました。
それから3番目は従業員が参加するということです。いろいろな社会貢献方法があると思います。お金を提供する、あるいは教材を提供する、そういうようなこともあるんですが、我々は生徒さん、学校とともに我々活動しているメンバーも成長させていただきたいという気持ちです。この3つを軸にした活動を展開してまいりました。それではその構成どのようになっているかということで、全体について若干説明させていただきます。まず住宅看板になっています住まいと環境学習プログラムというものを実行しています。これは中学生の家庭科において住まいを勉強していただくということですが、私たちの際立ちである家づくりの知見を十分に活用したプログラムの内容です。また住宅の販売ということもありまして、全国に事業所が点在しています。そこの家づくりのプロがこの活動に参加することによって全国の中学にでも対応できるという体制を敷いております。その横の高機能プラスチックスカンパニーですけれども、このカンパニーの際立ちは科学と医療、この2つです。その科学の方ですが、これは科学教室プロジェクトというもので、中学3年間に対して科学関係の単元すべてで登場していくという形をとっています。ただし非常に分厚いプログラムなので、研究所の周辺の中学にほぼ限定しております。そういうような活動ですけれども、他にですね、地域からオファーがあったり、ぜひやってほしいということについてはできる限り対応していきたいというふうに考えています。医療の方は積水メディカルという会社があるんですが、そちらの方が中心、そちらの研究者が中心になって、研究者がその地域の中学に向かうという形でやっております。これは中学の理科の消化吸収の単元で活用していただいております。この3つのプログラム、それぞれ際立ちを利用したプログラムですが、やっていくためにはやはり教員の先生方とのコラボといいますか、共同が必要ということで、プログラムの開発、事業実施、それから振り返りと改善改定、この PDCA をですね、必ず毎年回していくということでは、全てのプログラムに共通した活動でございます。それではその一つずつについて若干説明させていただきます。まず住宅カンパニーの活動ですけれども、このキーワードに書いてあります、多様な価値観の理解と自身の価値観の形成、これが私たちのこのプログラムをやっていくときに生徒さん方にぜひ得ていただきたいものというふうに思っております。内容につきましては基本的には7コマでできているんですが、その初めの4コマにつきましては基本的な家づくりの考え方を習得するということと、自分でですね、子どもたち自身が自分の家を設計するということでチャレンジしていただいています。でさらにオプションプログラム3つがあります。ここはオープンクエスチョンで、いい家って何だろうとか、人の暮らしと環境との関わりってどんなふうになっているのかなっていうのを生徒さん方が考えていただきます。そういった思考活動や意見交換活動というものを通して自分たちの価値観を確認していっていただきたいと思っています。続きまして科学教室プロジェクトなんですけれども、これも我々のポリシーは科学的思考力の育成と、学習と社会との関わりへの、気づきですね、有用感を得ていただきたいというようなことを、ポリシーに持っております。これは中学1年生3コマ、2年で2コマ、3年で2コマというふうに3学年通して科学の、単元のところで登場していきます。すべて、実験を中心にしたプログラムで、
その実験の結果を考察したり、他の実験結果と比べたり、そういうことで、自分たちの思考を高めていただいております。理科教室、これにつきましても同じく科学的思考力の育成を目指しております。これは自分の体の中で起こっている一つ一つの消化吸収を実験を通して合点してもらう、あ、なるほどこういうことかと感じてもらうことです。それからこういった体の仕組みを利用して検査薬や検査装置が開発されているということをぜひ知っていただいて、社会とのつながりを感じていただきたいと思っています。プログラムの効果ですが、学校の先生や生徒さんたちからは非常に喜ばれておりまして、すごく我々の授業を楽しみにしてもらっています。もう一つは社内への効果なんですが、従業員は自分がこういうことをすることによって自分の仕事や会社にすごく誇りを持ってモチベーションも上がります。また社内では海外も含めてこんな活動を我々もやりたいということで、今は北米や欧州でも実施しております。先ほども申しましたが、我々の企業グループは100年経っても存在感のある企業を目指しています。ですから我々の活動も100年経っても要望される次世代育成活動というふうになるように、さまざまな課題はありますけれども、頑張って継続していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。2組目はダイソン株式会社です。発表者はダイソン株式会社コミュニケーションズアジア地域統括責任者高山典子様です。それではお願いいたします。皆さんこんにちは。ダイソンの高山典子と言います。よろしくお願いいたします。この度このような素晴らしい賞をいただきまして、昨日社員会があったんですけれども、社員に全員に報告いたしました。私ども会社の中でボランティアチームを結成してこの活動をしております。全社員が非常に喜んでおります。どうもありがとうございました。またこの活動を受け入れていただいた全国の技術教員の先生たちがこう勇気を持って受け入れてくれなければ、ここまで来ることはできなかったと思っています。それではこの活動についてちょっとご説明をさせていただきます。プレゼンテーションもなるべく皆さんに何か気づきを持って楽しんでいただけるように頑張って作りましたので、どうぞ10分間お付き合いください。まずダイソンはご存知の方多いと思いますが、イギリスの会社です。ジェームス・ダイソンというエンジニアが立ち上げた会社なんですけれども、1993年に立ち上がっております。掃除機というものに問題を見つけて、吸引力が落ちない掃除機をどうやったら作るかと、ジェームス・ダイソンが自らサイクロン技術というものを世界で初めて掃除機に取り込むということで立ち上がった会社です。日本はダイソン株式会社、1998年に立ち上がっています。今回のこの表彰の時に、ダイソン中小企業なのという声が上がったというふうに聞いておりますが、株式会社は180名ということで、中小企業部門で応募させていただきました。そしてこのジェームス・ダイソン財団なんですけれども、これは2002年に英国ジェームス・ダイソンによって立ち上がった財団です。目的といたしましては、未来のエンジニアを育成するというところが大きな目標です。ものづくりや技術の楽しさと重要性をしっかり伝えることで、問題解決ができる技術を持って新しい問題が解決ができる、そんなエンジニアを、そんなエンジニアを目指す子どもたちを育てたいというのが私たちのこの活動の大きな目的です。と同時に、設計教育と体験型でそれを学んでいく、そしてエンジニアの職業というものを知るということですね。エンジニアといっても本当に幅広い職業ですね。新しいものを作るエンジニアもいれば、何かこう壊れた時に修理をするエンジニアの方もいらっしゃる。皆さんがいなければ今までの技術革新というのはなかったと思っています。で、このこれからのプレゼンテーションの財団のキーワードはイノベーションと問題解決です。At the James Dyson Foundation,
We want to inspire the next generation of scientists and engineers. And we want to do this by hands-on learning and experimentation. Children should learn by adventure. Engineer is a person who creates different types of things by making prototypes and sketches. A sketch and a prototype is a really, really big difference because if you make your prototype first, you might mess up and you have no idea what you're doing. さて、今映像を見ていただいたんですが、この活動は弊社の中ではアメリカと英国、そして日本で主に活動しているんですけれども、この財団の活動を2006年に日本に持ってきたとき、最初に大学の先生にご協力いただいて、大学からスタートいたしました。ただ、大学っていうのはある程度学科を決めて皆さん入学されますので、もう工学に興味がある方っていうのはエンジニアリングに興味がある方たちなんですね。なのでその前の段階の教育というところにどうやって私たちが日本で入っていけるかというのが最初本当に分からなくて、いろんな方に意見を伺いました。でその中で、どこに問題があるんだろうということを見たところ、日本の技術教育っていうのは、技術という学科ですね、これは日本では中学校の3年間しか存在していません。で他は、このように見ていただいて分かりますように、いろんな形でもう小学校の早い段階から、テクノロジー&アートとかですね、いろんな教科がございます。で特に日本というのはもう当然なんですけれども、工業国として知られていまして、もう世界中でも有名な企業がたくさんあります。でその企業があるからこそここまでの日本経済というのも当然あったわけなんですけれども、私たちはこの教育というものを通してもう少し未来を作っていくエンジニアの方々をなんとかこう新しい形でサポートしたいということで、この中学校の授業ということに注目いたしました。で例を挙げますと、1969年には315時間1年間に、あったそうなんですけれども、今現在は 87.5 時間しか技術教科というものが存在していないそうです。でダイソンの問題解決ワークショップというのはどんなものか、でこれが私どもが今皆さん先生方にお伝えしている内容です。技術化教育で考える力とグループワークを実現する体験型授業、工芸品というのは、工業品というのは、その一人で作るわけではございませんので、場合によっては一人のエンジニアのアイデアによって作られるということはあると思いますけれども、そこから何人もの方とブレストをして意見を交換し、そして製造していくという過程の中では、チームワークが絶対なんですね。なので、技術という教科は、問題を発見して解決をするアイデアを求めて、そしてコラボレーション、そしてもう一度皆さんにそれを自分で伝えていくという表現力も必要になってきます。であえて私どもはデザインエンジニアという言葉を使っていますが、このデザインエンジニアというのが未来を作るエンジニアというふうに表現しています。ではここで実際にどういう授業をしているかというのをちょっと映像にまとめましたのでご覧ください。6です。これフィルターなんだけど、フィルターは面白くもない。絵が描いてあるよね。絵の意味わかる。そうそう、水ある。
ら、俺みたいな。だから、こうあるんじゃなくて、上から このような形で授業を今行ってきまして、 全国で今43校ぐらい、5000人以上の生徒さんが参加されました。で、皆さんにアンケートを取ってですね、まあ、こんなように非常にエンジニアに興味がなかったけれどもというような意見がまとめられています。で、この授業は生徒さんだけではなくて技術教員の先生方にもご体験いただいています。これからの技術教育がどういうふうに変わっていくべきかというのは皆さん先生方が一番感じていらっしゃるんですね。で、そこに私どもの考えにご共感いただきまして、先生自らが同じ体験をされています。今だいたい7回ぐらいのですね、教育委員会の方にご協力いただいて200名以上の先生方がすでにご体験されました。で、全国では今この青い部分がちょうど達成した地域ですね。これからますます青い部分を増やして全国に行きたいと思っています。最後なんですけれども、私ども、社員のボランティアチームを結成して、まあ、一生懸命みんながやっているところを映像にまとめさせていただきましたので、これを最後にさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。3組目は有限会社オーシャン21です。発表者は有限会社オーシャン21学校教育支援事業部神戸愛様です。それではお願いいたします。オーシャン21の神戸でございます。この度はこのような素晴らしい賞をいただき誠にありがとうございます。この受賞については沖縄県内にいるコーディネーターに伝えて受賞の喜びを共に分かち合いたいと思っております。それでは沖縄県全体のキャリア教育の推進を考えたコーディネートの支援の転換についてご紹介をさせていただきます。豊かな自然、独自の文化、人口の自然増加やアジアへ近いという立地から期待される経済成長率と予測の高さ、私たちの住む沖縄は未来に向けての大きな夢と可能性を秘めた島です。しかしその一方で若年層の就業における課題はとても深刻です。大学を卒業し就職をした若者の4人に1人は1年以内に離職、3年以上勤務するのはたった2人に1人です。また失業率は全国平均よりも高く、その中でも大きな課題は若年層の失業者がとても多いところです。職業技能や態度を習得する若い時期に失業していることはその後のキャリア形成にも大きな影を落とすことにもなりかねません。こうした課題を抱える沖縄で
弊社は人の育成を通して沖縄の活性化に寄与するを理念に平成7年に会社を設立いたしました。設立以来、企業の人材育成やコンサルティング、離島等の地域プロデューサーの育成、企業家輩出事業などを実施してまいりましたが、長期的な人材育成の重要性を感じ、平成15年より大学、専門学校等のアントレプレナーシップ教育支援を開始いたしました。平成16年に経済産業省事業地域自立民間活用型キャリア教育プロジェクトへの参画をきっかけに、本格的に沖縄県内の小中学校のキャリア教育に携わらせていただくようになりました。その後、平成19年からキャリア教育民間コーディネーター育成評価システム開発事業を経て、沖縄県内のキャリア教育コーディネーターの育成事業を開始、これらの経験を経て現在では小学校大学までのキャリア教育カリキュラムの支援やキャリア教育の推進に必要となりなる地域や産業界の支援体制づくりのコーディネートを全般的に手掛けております。弊社は特定のプログラムを持っておらず、沖縄県内に所在するキャリア教育コーディネート団体として県内の小学校大学までのキャリア教育の成果が出るように、また持続可能にするために何が必要かを考えて行動してきました。その結果、現在沖縄県内のキャリア教育推進体制を構築するために必要な要素は6つあると考えられました。1番、産業界のキャリア教育の仕組みづくり。2番、各市町村の産学官の連携拠点づくり。3番、学校支援、そして実際にキャリア教育を実施する教員の実践スキルの向上。4番、大学や産業界の実態に合った体系的なキャリア教育カリキュラムの開発。そして5番、中小企業と若年者のミスマッチを防ぐ早期からの出会いの場を創出する。6番、キャリア教育の支援に専門性を持つ人材の輩出です。この要素を具体的にするために行っている支援がスライドの1から8になります。それでは発達段階に応じたキャリア教育についてのご紹介をさせていただきます。まず小中学校についてです。小中学校のキャリア教育は単独では行わず、教育委員会や行政、経済団体などキャリア教育の取り組みをしたいと考える団体との共同により事業を推進しております。続いて高校です。高校におけるキャリア教育は多様化し、かつ深刻な問題を抱えています。そこで県立高校5校にキャリア教育コーディネーターを配置し、授業活用型のキャリア教育を学校を挙げて行うようにしています。また実際にキャリア教育の推進に関わる教職員に向けてスキルアップ、授業改善を目的とした講座を開講し、支援体制を構築しています。大学になると就職を控え、出口が目の前になります。そういうことから産業界が求める人材像と教育のマッチが必要となります。県内7大学や産業界とともに本当に社会に必要とされている人材とはを考え、大学教育の中に産業界と密に学生を育てていく支援を構築しています。発達段階に応じたキャリア教育を推進する上で決定的に不足しているのが専門人材です。キャリア教育についての知識や学校社会のニーズを汲み取り編集するコーディネート力を持つ専門人材が核となって県内学校支援を行うことで、キャリア教育の質の底上げができるようになると考えております。さまざまなキャリア教育を通して、我々コーディネート団体が今後も注力していかなければならないのが、
学校種発達段階に合わせたキャリア教育の推進、プログラムだけではなく仕組みを作ること、そして沖縄は学力が低いという課題もまだまだ根強くあります。しかしプロゴルファーや伝統芸能、それから芸能人を輩出したり、感じて表現をするということでは沖縄の子どもたちは大変優れております。その沖縄の子どもたちの特性に合った教育のあり方、またキャリア教育を推進して今後も、参ります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。